世間様は3連休。私は変わらず仕事。2月の月1リフレッシュに向けて準備中です。初めて使用した折りたたみ薪ストーブ。ちょっと危惧するところがありまして。それは煙突の重さから来る。天板の座屈現象、重大なダメージまでは、至らないものの、何らかの対策が必要と感じました。そこで、ストーブ本体には手を加えず、煙突の重量を支える形で、サポートを作ることにしました。ホーム線で、アルミのアングルと、ネジや、ステンのバーを購入してきました。費用は全部で2000円ほど。まあ、それなりにかかりますが、薪煙突を使わないがゆえの、必要経費ってとこですかね。基本、テーブルからサポートを伸ばし、煙突の重量を受け止める形状で製作しました。こうすることで、フロアのあるベルテントでも、問題なく使用することができると思います。煙突支えまで45センチで計画しました。アングルを切り、ネジ穴を開けて製作します。ドリルのバッテリーがもう寿命で、難儀しました。紐の充電ドリルが欲しいです。ボッシュはもう20年使いました W。基本、この手の作業は昼に屋外でやるといいのですが、寒いし、夜勤明けで寝てたし、充電不具合で遅くなったし。アルミの穴開けは、最後粘るので、きちんと固定しないと、持っていかれて危ないので、シャコマンでしっかり固定して行います。肝心の組み立て時の動画が撮れてませんでしたが、想像してみていただけるとわかると思います W。なんとか必要な機能は確保できたと思います。これで、重めの煙突ガード装着しても、天板の座屈を気にせず、使用できると思います。強風時のストーブ安定性にも寄与すると思います。次のキャンプは、現地での作業が多めですので、家でできることは、なるべく済ませておきたかったです。それではまた、次の動画でお会いしましょう。